ちょっと話してみましょうか。天気もいいし。今日はですね、僕が開発した、アサギマダラの飼育キットで調節体験で蝶々をね、幼虫から育ててほしい10の理由っていうのを説明したいなと思います。このキットですね、調節体験。それでは足元から中田、まず一つ目はですね、何と言っても簡単に飼育できるっていうところですね。これは結構ここのところで時間がかかって5年ぐらい開発にかかりましたけど、こうやってね、届いたところからちょっとやります。キットが届きますね。ほんでから開けるとこんな状態。めでる、幼虫をめでる筆で、説明書、説明書がね、ないに等しいと友達に突っ込まれましたが、で、餌の葉っぱ、こんだけですね、入ってるもの。これがどんな状態かというと、こうやって幼虫が2匹入ってる。でね、これは動かんように上にプチプチを入れてますが、これを取ってもらって、これはね、荷物輸送の時に激しく揺れないように入れてるだけなんで、ね、これは取ってもらうと。で、説明書、こんな感じのね、説明書が入ってますが、で、中身を、これ幼虫触る時はね、できるだけこれメデルフで愛する愛に愛という感じでメデルっていう感じですけど、メデル筆でやってもらって、こういう時は葉っぱでポトンと落とす。もう一匹ちょっとメデル筆でやってみましょうか。これ注意してほしいのが、頭の方が白くなってね、カクってなってて動かない時あるんですけど、それは脱皮直前なので、それやったらここで待っといてください。1日2日ね、動き出すまで。これメデル筆でくるくるっと巻き取るようにのこう取れますんで、中に入れてあげると、ちょっと取りにくいね。できるだけ手では触らんと、人間の体温って結構熱いので手では触らん、まあ、ちょろっとは触ってもいいけどね。こうポトで、葉っぱはこう、別の動画でも説明したんですけど、葉っぱなるべく下にペタッと、この葉っぱついてるやつ大きいですけど、これはね、葉っぱは冷蔵庫にしまっていただいて、あげるときはこうね、あかんパターンはこう空中にべちょ、ほら、こんな時はさなぎになる時にね、問題が生じるので、詳しくはさなぎの失敗の動画見てほしいんですが、取りにくいな。そうそう、こう下にね、ペリッと葉っぱちぎってもらって、地面につくように置くと、これだけで、ほんで蓋も閉めてもらって大丈夫です。虫ってそんなに大きな肺じゃないので、ね、そんなに息しないので、これ餌変える時ぐらいの換気で十分です。基本的にはこれだけで成虫になるまで変えます。ここをいかに簡単にするかというのはね、結構実験を繰り返しましたけど、多くの人にね、できるだけこんなやつ買ったことない人にも買ってほしかったので、簡単にできるようにしました。まず一つ目のポイントね。ちょっと言うの忘れてました。葉っぱは最初
これ足りんのかという不安になる人が結構いると思うんですけど、一応2匹が成虫になるまでには十分な量の葉っぱが入ってます。研究で分かっててね、どれぐらい葉っぱがいるっていうの、それの量が入ってるんで基本的には大丈夫です。ただ与え方でここにずっと入れていくと、入れとくと乾いちゃうので、こうやってちょっとずつ、これぐらいの量ずつ入れてくださいね。まあ簡単やけども、葉っぱ餌だけはそれでぐらいかな、注意するポイントとしては。普段は冷蔵庫、葉っぱね。昔あの人工の餌でやってた時は開発したんだけど、ちょっと難しくて、そこがねネックだったなと思ってます。一番シンプルな、自然でも葉っぱ食べてる、成長するんで、一番シンプルな形にしました。以上。2つ目、成虫が大きくてとにかく美しい。日本各地で、日本中で見てきましたけど、どこで出会ってもやっぱり美しい蝶やなと思いますね。これあの背景白ですけど、薄いブルーな、分かりますか、これがアサギ色といって、アサギマダラの名前の由来ですね。マダラっていうのはこっちのしましまの、あの水玉のところかな。綺麗でしょう、この青色、アサギ色。空バックの時はね、空が透けてんのかと思うけどね、違うんですね、アサギ色っていう色がついてる。でも半透明で、ね、やっぱり美しい蝶やなと思います。これ左のやつもう真っ黒なんで今日中に見えるかですね。これは実験薬3つつけてますけど、美しいだけでなく飛ぶ時もめちゃ優雅ですが、いけるかな。続いて3つ目、美しいだけじゃなく、この蝶々は粉がつかないですね。蝶々の、羽の粉、鱗粉と言いますが、これで蝶々のことを嫌いになる人も結構多いと思うんですね、お母さんとかね。鱗粉っていうのは髪の毛、人間で言うと髪の毛みたいなもんで、この蝶はリンパがないっていうわけじゃないんだけど、すごい抜けにくいね。だから、旅する蝶の、旅を調査するときは、マジックでこの羽の浅き色のとこに文字もかけますし、指につかないね。剥げないですね。これ飛んだ後ちょっと見てもらったら、ほら。全然粉がつかないですね。実は僕も、幼虫茶は、蝶々の粉とかね、特にガのたくさんある粉とか結構苦手なんですけど、これやとその心配がないと、これは大きいなと思います。4つ目、この幼虫の奇抜な模様を見てください。これはね、なんかイタリアの布みたいでおしゃれやなと思うんですけど、キモいでしょう、色ごとで言うとね。これがでもだんだん可愛くなるんですね。4つ目はこのキモい幼虫からザナギを経て、美しい成虫になるまでの高低差ですね。これ普通の幼虫やったら、例えばモンシロチョウみたいなね、あんまり感激もそんなにだったんじゃないかなと俺は思うんだけど、やっぱりこの模様、激しい落差ある方が、感動はすごいなと思います。これね、飼育していただいた方はみんな実は成虫よりも幼虫が大好きになってしまうんですね、ほとんどの場合。そんな人いくらでもいるんですけど、幼虫実はね、顔がすごい可愛くて、歩き方もプニプニして可愛いんだけど、ピエロみたいなね、顔してるんですね。ちょっと顔映るかな。ちょっと忙しいな。別カットでいこうか。
これはあんま可愛いないな、この顔は。顔がね、それぞれ、多分違うんですね、これ。ピエロとかね、骸骨みたいな顔してて。別のアップ行きましょうか、これはな。うん、とにかく顔可愛くて幼虫好きになる。4つ目のポイントは、幼虫から成虫への高低差。これが超絶体験。これ。幼虫顔かわいい。かわいいでしょ。ピエロみたいで。くねくねピコピコ動くのがまたかわいいんですね。おとぼけ幼虫くん。かわいいな。なんかこっち見てるみたいですけど、本当は目はもっと下の方にあって、これは模様ですね。仮面みたいに見えるのは。でも可愛い。5つ目のポイント。さなぎの金属のね、不思議な心。キラキラがわかりますか？なんか金属光沢が出てくる。ちょっと瓶から出してみよう。ほら、なんか不思議でしょ。金属この不思議さが魅力ですね。上にはなんか点点点点点ってあってね、なんとも言えない金属光沢が出てくるんですね。6個目、サナギがね、これウカガラなんですけど、サナギ完全にスケルトンなんですね、透明というか。で、中が丸見え、変態の様子がね、完全変態の様子が丸見えなんですね。これはすごいいいところで、アゲハとかはね、ちょっと色が入ってて完全に透明ではないけどね、これは透明なんですね。ウカガラちょっとアップで見ましょうか。はい、これがウカガラ、完全に無色透明でしょ。さっきの上の点点点点っていうのがあってね、これで中ができてくる様子がすごい見えますね。羽の模様とかもバッチリ。ガラスみたいな、しっかりと上にくっついてますけど、ウカガラつけると。7つ目、ラッキーセブンの7、これ空に放つところがこのキットのゴールっていうところですね。僕も一番気に入ってるところですけど、死ぬまで買うとかじゃなくて、空に放した時から地球とのね、つながり感というか一体感が生まれたらいいなと思って開発したので、ちょっと話してみましょうか。天気もいいし、見失ってもた。あ、おった。すごい高いとこ行っちゃった。風に乗る蝶なんでね、風が来たらふわーっと漂って、そこが一番好きな飛び方の時だけど、もう見えへんな、さすがに行っちゃった。はい、空に放つのがゴールというポイントでした。ポイント8、これは何といっても旅をする蝶っていうところですね。で、春になると沖縄とか南の方からぐーっと北上してきて、北へ上がってきます。今ちょうど、早いやつでもう熊本の方、天草地方にやってきたとかいう情報が入ってきてますね。それで、夏になるとですね、この蝶、暑いのはすごい苦手で、
山の高いところに行って涼みながら過ごします。例えば富士山のね、標高1000とか1500のところとかね、長野のあのアルプスのところとかで過ごします。贅沢ですね。で、秋になるとまた南へ帰っていくという、沖縄とかね、台湾の方まで行きますね。この旅をする今で2400キロぐらいの記録はあるのかなと思いますけど、やっぱりこの旅をして日本中を駆け巡るというロマンですね。これが、ポイント8番になるかと思います。ポイント9、その9は、8に似てるんだけど、これ日本だけじゃなく東アジア全体に分布しているっていうところですね。これでアジアの風というか、日本以外では高山町として、見られるみたいですけど、ヒマラヤの高山のところにいるのかなとかね、やっぱり夢が広がるというか、この町自体が地球とも言えると思いますね。これと似た蝶々で、アメリカ大陸とかオーストラリアには、オオカバマダラっていう、アサギマダラのオレンジ版みたいなのがいるんだけど、英語ではモナークと言いますね。これもすごい旅をする蝶で、一番長い移動で言うと、カナダから、アメリカ大陸、今度はね、北から見るように縦に縦断して、メキシコの有名な場所、いつか子供たちと一緒に行きたいと僕は夢見てますが、そのモナークという蝶々は集団で越冬する森林がありますね。ある区画だけに、集まって越冬するという、そういう蝶。二つともね、やっぱり、地球そのもの、気候変動とかもね、いろんなことが影響する地球そのものだと言えると思います。9つ目、アジアの風ということです。最後、10個目はですね、これ、インスタグラムの画像なんですけど、空から町のインスタグラムね、僕の会社名が空から町なんですけど、これ、空から町っていうやつ、いろんな幼虫やら出てるんで、また見ていただければなと思いますが、これ友達のね、お子さんたちなんですけど、かわいいでしょ。右側が2個ぶら下がってるうち、右側がサナギになってるんだけど、左側の様子、これが10個目ですね。何の状態かというと、幼虫の全幼という状態言いますけど、幼虫からサナギになるところ。これね、実はちょっと怖いんですね。今これ静止画なんで見せれますけど、俺も最初見たとき、うわ、怖ってなったぐらい、引く人は引くような感じなんですけど、やっぱり人によってはね、これ自身が、もちろん、あそこまだら浮かするところは見逃しちゃいけないところなんですが、こっちの方が感動したとか、これこそが超絶体験だっていうね、体験してくれた人が結構いましてね。これはやっぱり外せないということで10個目に入れました。ちょっと、怖いかもしれないけど、最後にちょっとだけ動画でお見せしてお別れしたいなと思います。じゃあまたこれからも、アサギマダラだけじゃなくね、生き物関係のいろんな楽しい動画を投稿したいなと思ってますので、じゃあまた次の動画で。さよなら。